はーい。おはようございます。おはー。おはよう。元気ですかって。元気よ。元気元気。お星さんおはようって。おはよう。じゃーん。すっぴんなんです。おはよう皆さん。すごいみんな朝起きるの早い。おはよう。おはよう。おはようございます。 TK 部のピースの今日は木崎ゆりやの誕生日です。おお、木崎ゆりやさんおめでとうございますって。ピースゆりやピース、あ、おはよう。 N 大さんおはよう。今日お話し会やからって。そうやな、言ってたもんな、キャスさん昨日。あやちゃんおはようって。おはよう、ありがとう、待ってたよって。ありがとう、届けこの思い。3日ぶりかなって。おお、米大さん久しぶりじゃないですか。じゃあスピン可愛すぎないか。ありがとう。星投げ完了ありがとう。お星ちゃんのメイクは基本的に眉毛を描けば成功じゃないけど、あの、できます。おはよう元気って。中堅さん元気やえやーってからさ、星投げ完了ありがとう。おはよう皆さん、おはよう。目なくなっちゃう、笑ったら。あ、おはよう。セラタビさんおはよう。カズさんピース。あずみさん、あずみずさんおはよう。月読みなんとかさん。お腹すいたね。みさかつじいさんおはよう。ファースケモさんありがとう。ピースブンブンブーブーさんありがとう。もっと調子少し良くなった気がするけど、どんな。え、全然ないよ。昨日のツイート見た。見たよ。今日の朝のツイートも見させていただきました。喉は大丈夫かな。痛いんですよね、まだちょっと。憲法さんおはよう。吉住さんピースって、ありがとう。おはようピース。うん、おはよう。ゆずるさんおはよう。皆さん今日のねスケジュールは見ていただけたでしょうか。あー、眉毛ない。めちゃくちゃ眉毛ない。ニューシーアリサちゃんショールーム連続配信2000やって、やばくない。2000すごいな。2000やばいですよね。玉木さんおはよう。おはようございます。昨日ねマジで薬飲んでうがいして、うん、何だっけ、のだめなめてマスクして寝ました。うん。ギャルメイクは珍しいね。珍しいだろ。ナチュラルギャルメイクしようと思います。そんなガッツガツにちょっとな、あのメイクはさすがにメイク道具持ってなくて無理だったんやけど、つけまとか持ってないっけ。おはようって。たたさんおはよう。そう、ボックス企画とは、ボックス企画はちょっと妹ちゃんに頼んで、なんかちょっと紙に話す内容書いてもらって、でボックスの中に入れて引いて、なんかそのお題について話そうかなっていう企画です。ちょっと考えてみた。喉が痛いという方、やっぱり扁桃腺腫れてるんよねって。腫れとるんかな。初見だったことがありますって。ありがとうございます。おはようございます。カニミソさんおはようって。かわいい、ありがとう。すっぴんなんですけど。毎日アイドルは2000日が最終日らしいよ。え、2000日したらもうできんってこと。50カード完了ありがとう。カニミソさんバラありがとう。キミさんおはよう。皆さんおはようございます。すっぴんで申し訳ないんですけど、 STU48 第3期生オーディションお星ちゃんです。なるほどって。そう。おはようって。しゅうちゃんさんおはよう。おはよう、皆さんおはよう。よし、当時にお星さんもツイートの拡散お願いしますって。皆さんお願いします。お願いします。
毎日アイドル3000人のメンバーは見たことないや。確かにな、3000日は確かに見たことない、さすがにな。1000日超えてるアイドルさん結構いる。2000日もそんな見てる、見たことないけどね。2000日もすごくない？フォローもお願いします。皆さんフォローお願いします。よろしければ。ちょっとやっぱり若干鼻声なんですけど、なんか喉が痛くて、でちょっと朝ごはんをね食べながら配信しようと思います。 AKB48 グループに、あ、大西桃花さん、大西桃花さんもそうですね。ショールームめっちゃやってますもんね。大西桃花さんのイメージショールームやもんやったって。ショールームで結構ねすごいよね。ショールーム2300日ってすごいよほんまに。マジですごいと思う。マジでこっち1週間配信したけどすごいよほんまに。イコラブのアンナちゃんが2000日ですね。おお、あ、見るわ。イコラブの方51、52、53、いない。テトさんおはよう。54、ベキちゃんありがとう。カウントしてくれやんかな。コラブの山本アンナさんは200日区切りでショールームやめました。おお、ほんなんや。見るわ。今日な、朝からあのウォーキングしてちょっと走ってきたけん結構起きとる。脳みそ結構起きてて、そう、あ、さっきさ歩いてきたけんさ、マジでなんかほんまに起きてます。頭がマジでダイエット頑張ろうと思って。星集めてきますって、ありがとう。朝からな走ってきたんですよ。走ってきたっていうか歩いてきた、来てみたやって。 K81 さんありがとうございます。すっぴんです。まあちょっとすっぴんちょっとあれなんですけど、薄いんですけど、てか眉毛がないっていう。演劇部時代喉痛めた時はひたすら喉飴な、うん、舐めたよ。今日も朝から3つぐらい舐めた、2、3粒舐めた。外は寒くなかった、外な寒い、普通にまあちょっと寒い、まあでも全然いける、全然な。これにパーカーじゃないけどなんか普通にフードのやつかぶって、めちゃくちゃ元バスケ部、そう、元バスケ部。元バスケ部やで。今日は暖かいね、すっぴんなんてなんぼあってもいいですからね。徳島県ってめちゃくちゃ大きい川あります。よそう、吉野川ですね。そう、朝から走ってきたので起きてます。顔はこんなんやけど起きてます。マッコイさんおはよう。わー、来てくれてありがとう。ヒロさんバラありがとうございます。フロイドさんお腹すいたねって昨日ぶりです。フロイドさん、インディボーイさんファイトって、頑張るよ。皆さん、今日であと1週間ということで頑張りましょう、一緒に。50カウント完了ありがとう。どうや、ありがとう。強い、何がだ。フロイドさん、今日ほんまに朝から走ってきてっていうか歩いてきて、でとりあえず朝ごはん食べたいんやけど、マジで朝ごはんがなんか餌みたいなさ、朝ごはんしとって。ヒロさんファイトありがとう。皆さん頑張りましょう、一緒に。もうちょっとで、ちょっとこの時間この枠で、まあ、頑張って4位に行けるように頑張ります。ケンチさん朝ごはんは、朝ごはんな、ちょっと待ってよ、紹介するわ。シュリーさんおはようって、おはよう。ナトリさんおはよう、昨日ぶり。奈良西さん、奈良県民さんかな、おはよう。坂本さんびっくり、餌みたいな、じゃん、マジでヘルシー。なんか鶏のチキンっていうか鶏肉と、なんかほうれん草のおひたしです。スマホケースに耳ついてそう。え、全然、スマホケースめっちゃ可愛いんよ。アルミホイルって言われるんやけど、スマホケースな、ちょっと今スマホ使いやけんちょっとあれなんやけど、全然ついてないですね。これか、なんか今はなんか銀のアルミホイルみたいな感じのスマホケースしとって、たい焼きの残りとか出てきたら
笑えた。あー、たい焼きの残りない。鶏のチキンそう、なんていうのこれ、鶏、まあ、鶏肉とほうれん草のひたしです。ダイエット頑張るよ。いやマジでダイエット生活しようということで、まあ、残り、まあ、このショールームが終わるぐらいに3キロ痩せたいな。でもな、めっちゃくちゃ体の体質的にめちゃくちゃ痩せにくい体質なので、ちょっとあれなんですけど人間用猫カリカリっていうのがファミマにあるよ。すごい、やば、やば、何に対してのやば。高松はバレンタインに花粉飛散するらしいね。そうなん、マジでめっちゃ最悪やん。今日はキャロットさんに習ってご乗機してみた。すごい。ピッケさん、ん？ビッケさんお腹すいたねって、食べよう。本物のアルミホイルだと電波の入りが悪くなるよってストイックだって。そう、頑張ってね、ダイエットするよ。ほんまにダイエットするのやばくて、マジでダイエットしますでもこの後バレンタイン企画と、明日バレンタイン企画します。多分ね。じゃあいただきます。とりあえず朝ごはんから食べます。ほうれん草のおひたしめっちゃ好きで、おいしい皆さんこんにちは。あのめちゃくちゃ喉枯れててというか喉壊してて、チョコ欲しいってあげるよあげるよ。ちょっとね、明日はねバレンタイン作る企画します。チキンナゲットみたい。そう、体重より体型気にした方がいいよ。筋肉は何々より重いから。脂肪、そうね、筋肉質なんですよね、足がめちゃくちゃ。自分は5時に目が覚めて結局起きたのが7時前だった。明日は5時に起きますって。食べないダイエットは帰って機会だから気をつけて、ね、任せて、食べてる一応。相馬小太郎さん、左利き、そうなんよ、左利き、よく気づきましたねフレッシュミオリンさん、ピースって。おはよう、頑張ってねって。町岡さんありがとう。体脂肪か。でも自分自のね、あの体重計、体脂肪測れるやつで、なんだっけ、任せて。体脂肪はな、なんか水飲んだら結構体脂肪減る。あらきっちゃんさん、おー、あらきっちゃんさん久しぶり、おはよう。 JJWIN さん、おはよう、ありがとう。足だけ筋肉質ってどういうこと。足筋肉質なんですよ。でもね、ここの腕はなんか筋肉なくて、あんまりマジでなんかあの腕立て伏せとかマジでできんけど、こういうさやつを永遠にするのとできる。本間小太郎さん、お疲れ様です。お疲れ。阿波子ひろくさん、おはよう。おはよう。中水田のお茶さん、中学校の頃休憩時間机の上に座ってそう。おお。机の上に毎回座ってたことはないけど、座ったことはあると思う。チャリ通だったの。チャリ通よ。徳島電車通ってないけんさ、チャリ通よ。しかも汽車もさ、限られた男にしかないけんさ、自分の家の周りに汽車なくて。そうまこたろさん、ありがとう。星、星ちゃんはリンゴ3個分の重さらしいとかうん、うん、そんなな、軽くないですよ本当にバタヤンさん、おって。左利きだと東京は改札口でピッてするときに不便。うん、でもそれは右利きなんですよ。おはようって、バタヤンさん、おはよう今日もかわいい、ありがとう。ひなえもんさんインパルスさん、お腹すいたって。インパルスさん、久しぶり。中学高校山の上にありがち。なんかでもそういうの憧れる、なんかわかる住宅街にある学校みたいな、なんかああいうさ、マジで映画とかに出てくる映画マジで憧れる
何々自転車好き、うん、なんだろう、 NG ワードなってるわ。うん、電動自転車乗ったことない。楽しいんですか？スマホは左で使うことが多いの。スマホは左で持って右でこうやってするか、左でこうやっていじるかな。学校からの景色いいといいですよね。わかる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 わ。もしなんか映画とかさ、こういうドラマとかでさ出てくる学校ってなんかな、めっちゃいい感じの学校ばっかりですよね。いい、羨ましい。皆さんおはようございます。海の見える学校とかね、いいですよね、マジで。と10日間連続10日間連続配信ですねって。そうなんです、ありがとうございます。丸野さんおはよう。マジで今日は朝起きてるから、皆さん脳みそ起きてます。じゃんじゃからんじゃんじゃんつって、皆さんおはようございます。2度目の訪問でありがとう。皆さんこんにちは。 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番です。お願いします。学校が高台にあると卒業までの3年間でかなり鍛えられて痩せる。ってヤッホークリントンさん、クリントンさん、っておはよう。小学校は前の海の前やったけど、中学校は山の山で、三面山で残りは田んぼ。でもかすごい、でもすごい自然豊か。プリクラに文字書くのもそう。全然だと思う。てかプリクラに文字書かんけんな、分からんのやけど。フォローもお願いしますって、お願いします。皆さんありがとう。ひろさん、ひろえもんさん、ひろさん、ひろえもんさんで、ひろひろうん、ごめんな、なんかマジでさ動物の餌みたいな朝ごはんしようやけど。こんな感じマジでダイエット頑張ってます。チームヒロですやってうん、クリントンさんおはよう。おはよう。またさんついてるよ、ひろえもんさんつけちゃう、ちょっとさんつけちゃうかもしれん、無理かも50完了ありがとうございます。マリンさんありがとう。減量めちゃくちゃ大変やって、マジで減量したい。でも朝あんまり食べる人じゃないけんさ、全然朝はこれくらいで全然いける。まあ人間も生き物やから、そこは気にしてなくてもええんとちゃうって。まあいっか、草とマジで肉、ちょっぴん幼い感じで可愛いと思うのは私だけって、ありがとうおはしちゃん、大食い企画はしばらく封印。うん、大食い企画はせんかなバレンタインでチョコ食べるのと、あとね、徳島の食べ物をちょっとねまだ紹介しようと思うのでその時に食べる。これぐらいかも食べる。あとはもう普通になんかダイエットの食事とかしてるかもしれん。チームヒロ会員番号69番ですって今日も会えたって、今日も会えたね。
今日も一日頑張りましょう。にりゅうさんありがとう。頑張ろう。目指せ、この枠で目指せ4位したいと思います。会員番号515回です。お、515誕生日や。朝多く食べて夜減らすといいよって。うん、夜はね抜こうと思ってた。てか今日のご飯もこれで終わりにしようかなと思ってたんやけど、やばい。それはおはようキングたいやきさん。うん、うん、チャクペイさんやほん、ありがとうございます。うん、ベンジボーイさんもありがとう。ふんふんふん、インディボーイさんありがとう。ありがとうございます。インディボーイさん、たくべさんもハートいっぱいありがとう。徳島の食べ物ってカボスの丸かじり、すだちだよ。オーマーさんおはよう。今日は国ができた日ですね。そうなん。そうなんや、今日祝日よな。スマホではギフトまとめて送れないって最近した。うん、え、そうなん、え、そうなん、そうなんですか。建国記念日です。あ、そうなんや、今日記念日か。ズーさんおはよう。おはよう。おはようございます。カズヤさんお腹空いたってありがとう、来てくれて。ヨネシーさんおはよう。スピも可愛いね、ありがとう。美味しいかい。美味しいよ。美味しいよ。あとね2個なんですけど、PC ならまとめて送れるよ、確かやって。うん、ヤマリンさんおはよう。うん、みんなパソコンで見てるんですか、これ。スマホだとハードタワー送るの大変よって。みんなパソコンで見てるんや。PC だと星99×5を一気に送れる。朝食配信ですか。うん、朝のね身支度配信、今からご飯食べてメイクして髪の毛する、スマホで見てるって。ゆうたらさん、のんたらさんおはよう。うん、ひよにさんおはよう。お日様なんですけど同じぐらい気になる存在で嬉しい、ありがとう。全然大歓迎よ。 PC ですって。おお、スマホで見たことない。タブレットで見てます。なるほどね。なんかついてた、お腹すいたねって。ひよにさんスマホアプリ派です。こっちもショールームずっとスマホで見てました。うん、 PC だと画面大きいし、お星ちゃんも大きいやって。やっほー。大きい。うん、
恥ずかしい。iPad でフリック入力でコメントしてますやって。土曜日の午前中ぐらいしかコメントできないんです。まあ全然大丈夫。みんな忙しいけん大変よな。風邪ひきました。喉を壊した。多分花粉症から来てるんですよね。PC の方はドアップのおふっちゃん多分やばそう。どういうこっちゃ。完食。みきおさんおはよう。おはよう。自分のパソコン32インチの画面で今は3人同時に見ているよって。そうなん。3人で見てる。ゆめりんさんの配信にお日様大魚乱入事件思い出しますやって。画面でかいからドアップしたらでかく見えるよ。ちょっと待って、寒い。ヒーター消えてた。よいしょ。ヒーター消えちゃった。やっぱり食欲ないね。食べる速度がいつもより遅い感じがした。なんかなんていうんだろう、なんかな、詰まっとう感じ。痛いとかじゃないよなあんまり。なんかおる、なんかおるっていうか、なんかなんかな、あの、あかん。福島寒いのって。寒ないよ。寒いけど寒いけどいけるいける、あの、なんていうの、耐えれる寒さ。こんにちは、お邪魔します。お元気ですかと。お元気ですよ。複数画面で星集めも早い。そうなん、複数画面。ヒーターの音うるさいですけど申し訳ない、ごめんね。おはようって。ピースさんおはよう。お部屋を保湿してねって。昨日マスクして寝たんですよ。でも朝になったらやっぱり外れてましたね。スピンも可愛いなって。ありがとう、ありがとうございます。スピンですね。おはようケンジさん。星集めは自作プログラムで自動化してます。すごい、自作プログラムで自動化、すごいな。わしは喉に何か買ってるのって。そう、何か買ってる、何かおるね。買ったつもりはないんですけどね、全然。なんか変えちゃったっていう。変えちゃった。マジでさ、笑ったら目つぶれるんやけど。30人の中で気になる方3人いたんですけど、間違いなく神に近くて一番だし、やったー。嬉しい。すごい、やったね。ありがとうクリントンさん。ショールームの配信する以外は PC の方が便利。わーわー、芋虫がいっぱい来た。ありがとうリンゴさん。喉に芋虫やって。リンゴさんプログラマーって。おじさんが住みついてるの、ちょっとやばいですね。おじさん住みついてきてるかもしれない。今日は時間的に余裕があるのかな。全然、あとね、半十分で終わる。30分。喉に芋虫、ありがとうアップルさん。芋虫。えへん虫って知ってる。知らん。何えへん虫って。メイクしていこうかな。俺もヒーターつける。寒いよね、つけてみんな。寒いと思うけど。眉毛がいいよな、ほんまに。9時半。プログラムもいろいろやってるよ。仕事でも趣味でも。すごい、温かくしてくださいねって。温かくします。温かくするわ。じゃあこちらのメイク用品たちを使って、
エヘンといえば龍角散ですね。エヘンってなんだ。よし、おっと、なんかおー、エンジニアさんだ。エンジニア、すごい。じゃあちょっとね、メイクしていこうと思います。眉毛ないんで、ちょっとすいません。眉毛ないんですけど。よくない、眉毛ないんやな。ジェネレーションギャップ。えへんって何、えへんって。えへんってなんだ。じゃあまずこちらコンシーラー塗っていきます。ザ・セムのコンシーラーです。コンシーラーを塗っていきます。確かに眉毛ない。眉毛ないだろ。うがいしてる、うがいしてるよ。眉毛ないんよ。なんか目尻、なんか目、なんだここ、何これ剃ってるんやけど今眉毛。眉毛ない、確かに眉毛ないでしょ。仕事中に星投げられぬ、すまない、全然大丈夫。えへん、なかなか伝わらない。外装とは簡単に言うと長く引く席らしいけど、外装長く引く席。メイク配信、メイク配信、今フォロワー5位ですね。投与入れ物自動で一瞬で全ルーム回れるから。そうなんですよ、フォロワーさん5位ということで、ありがとうございます。皆さん、うん、でこれで眉毛描いてリップ塗ったら、まあ、本完成っていう、まあ、めちゃくちゃ早いんですけど、はい、これで眉毛塗ってリップしたらもう完成。ありがとう、中さん、猫かわいい。早くパフォーマンスを披露している姿が見たいなって、ぜひぜひ見に来てください。いやもうほんまに皆さんに お見せしたいです。こちらも、こちらとしても。牛窓太郎さん、おはよう。おはよう、よいしょよいしょ。でいくって感じ。パウダーはですね、こちらチャコットの普通の、ま、白のねやつ使ってます。チャコットさんのパウダー使ってます。はい、これでもベース完成。お腹すいたって。秋草太郎さん、汗かき草慎太郎さん、どの程度長引くと慢性咳がんというかと言いますと、どの程度長引くと、めちゃくちゃ長引いたらその慢性なんとかっていうやつですかね。医学的な定義で8週間以上続く咳とされています。まあ大丈夫、8週間続かんと。アップルさんのような技術羨ましい。アップルさんに皆さん教えてもらえ言いましょう。もうすごいね。おはよう、カワウソ大佐さん、おはよう。イエーイあ、韓国の方ありがとうございます。ちょっと眉毛ないけん、マジで眉毛ちょっと先に描くわ。眉毛ないからね。ちょっと生えただろちょっと生えた。アイドルやわ、アイドル。おはよう。ね、眉毛のアイブロウはこちらキャンメイクのミックスアイブロウ02番使ってます。はい、キャンメイクのアイブロウ02番を使っているということでね。眉毛濃くならないでね、ざわざわならないよならないよ。汗汗、どう？眉毛入ってきただろう。眉毛ね、眉毛な、眉毛もともとめちゃくちゃしっかりあるタイプなんですけど、まあなんか剃っちゃったけんなくなっちゃったよっていう眉毛が。どんな
元々ねしっかりあるタイプなんですけどね、そっちだけなくなっちゃった眉毛じゃーん。研究生の子でだいぶ前に眉毛濃く塗りすぎた子いたからねってそうなんや。え、おでんネギトローザさんありがとう、おはようって、おはよう、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、アイブロウ取ってくるで、こちらメディアのアイブロウペンシルの方でちょっと下をねちゃんとしっかり描いていきたいと思います。どんな絵なんだろうこれ。眉毛に一番時間かけとんかな、もしかしたら。どう、普通になった。剃ったらなくなるの、もう生えてこない。え、生えてくるけどな、ないシンプルにない、シンプルにないんですよね。そう、眉毛アイブロウペンシルで出てなかったなんか描けんなと思った、出てなかったし。じゃん、どう、眉毛、眉毛出てきた、眉毛出てきた眉毛、眉毛出てきたでしょ。あとマジでもうリップ塗ったらなほぼ完成よ。結構自分のメイクはもう眉毛描いてリップしたらできる完成です。これアイブロウのやつ塗ります。あ、平山さんありがとう。眉毛出現、眉毛出てきたでしょ。もう干しちゃうんじゃない、普段の。どうでしょうか皆さん。あ、そちた、そう、アイラインして完成しますね。配信終わったらバイト行くんやろ。そうなんよ、バイト行かなあかんくて、ちょっと配信がね4時からってなっちゃうんやけど頑張ります。アイドルになったらどんなメイクになるのかな、どんなメイクになるんでしょうか。ほんまに今よりかも濃くなるんか、今よりかも薄くなるんか、まあ、ちょっと分かんないんですけど、どうなるのかなっていう感じですね。お楽しみに以上。おはよ、おはよ、まっちゃんさん、メイクさんのメイクはいい感じらしいよって。そりゃねメイクさんやから。やまびこ八号さんありがとう、バラありがとんこつ。ありがとんこつ、ちょやばい、紹介するめちゃくちゃ忘れとった。アイブロウマスカラ、これヒロエンメイク、ヒロエンメイクじゃない、ヘビーローテーションのカラーリングアイブロウ05番のライトブラウンを使ってて、でアイライナーは今これケイトのやつ使ってます。なんかアイライナーめちゃくちゃなくなるんで、これな、何やろ、ケイトのスーパーシャープライナー使ってます。うん、いいいいって、 STU に加入したら髪型もメイクさんにしてもらえるねって、嬉しい。なんかプロの人にさしてもらったことないけさ嬉しいですね、シンプルにでもどんな感じなんやろメイクプロの人にしてもらうって、なんか経験したことない感じやけん分かんないんですけど、はい、こんにちは初訪問の方、すっぴんみたいな感じで申し訳ないんですけど、皆さんこんにちは
メイク講習受けるんかな。メイク講習、メイクな分からんけんさ、高2まですっぴんでおって、高2の夏ぐらいまですっぴんでおって、マジで高2の途中からメイクしだしたんですよ。なんだっけ、マジでメイク初心者でメイクあんまりねせんの、ほんまにあんまりせんというか、最近そうなんて今はしようけど、なんて言うんだろう、ほんまにせんかった。だけど学校も高2の途中まではなすっぴんで行くってよ、マジで。マジすっぴんだった。メイクしないからメイク道具でさっぱりなんだ。うん、赤りんごさんハートありがとう。で、涙袋はな、もうこれキャンメイクのパーフェクトマルチアイズで買ってます。02番ですね。これめっちゃおすすめ、マジで。これ一つあったら結構何でもできる。ありがとう赤りんごさん、おはようって。はるかさんおはよう。13時30分から七宝地と四国とチャーミングトリップの課外活動公演を DMM で見る。おお、いいねいいね。バイト中だわこっち。公演、今日は公演やから先輩たちの配信見たら、多分そのまま配信すると再生するともう見れるかもよ。でもなー、バイトやから相変わらず NG ワード厳しいなって。そうなんですよね。 STU で活躍してる未来が見えるねって、ありがとう、頑張ります。頑張りますとしかね言いようがないんですけど、ちょっとぼかします。ぼかして、で、何次、基本的にファンデとかもしてないですね自分は。ハイライト、メイク3メイク、メイク3メイク、ハイライトを T ライン、 T字 T 字って言うののとことほっぺとに塗っていきます。鼻のここにはつけずに、ここのここと目と目の間ぐらいのとこと鼻の先っちょだけにします。二髪型。はい、あれ、ん、デューラーどこ行ったっけ。あった、揺らします。あんまり上がらんけど、なんかヒーヒーヒーって言うん、なんか温かいやつがないけ温まらんけどわー、初見さんいっぱいありがとうございます。ごめんなさい、こんないてててててて挟んでた格好なんですけど、上がった。まあまあまあ、え、上げて OK で、あとはもうリップ塗って終わり。今日は忘れ物してないか確認してから行きましょう。いや、あの忘れ物 してないんですよ、いつもいつも。リップ塗って終わりです。はい、いつものお星ちゃん完成、終わり超秒なんですけど、メイク配信ほんまに。ほら、いつもでしょ。できました。ゆうとさん、そうさん、おはよう。お腹すいた、お腹すいたかい、みんな。おはようって、武藤さんおはよう。メンバーがたまに楽屋とかに忘れ物するメンバー、いやー、まあ忘れ物はねしちゃうよね、人間やし、人間やから誰でも忘れ物はしちゃうもんだよっていうことで、一丁上がり上がり。いつもの髪型、髪型じゃない、あのメイクです。お財布をカバンに入れ忘れない、カバンを玄関に忘れないようにしましょう。任せてください。い
や、そうなんよ。お財布をカバンの中に忘れたり、カバンをね、バイト行くんにカバン一式全部忘れて手ぶらで行っちゃって、間違えてバイト間違えてというか忘れて行っちゃって、一回もうマジで汗汗したことある。危ないよね可愛いが増しました、イエーイ。STU のさやかりんが忘れますやって、さやかさん地味に今日は何を忘れるのか楽しみにしている。何も忘れないんですよいけるいける、何も忘れんよ今日は。なんか今日あれやな、はい完成しました。無知で申し訳ないんですけど、合格したら本名名乗れるんですかって。そう名乗れるよ、もちろん、もちろんもちろん、もう生涯を欲しちゃうんではない早くな自分の名前呼ばれたいよ、こちら側としても早く名前はね呼ばれたいんですよ、呼ばれたいんですけど。猫耳はよ、いやいやいや、あの今から髪の毛するから勇気ある手ぶら出勤手ぶら出勤したくてしてるわけちゃうんやけどな全然。でもなんかこの前じゃない、1年生高校1年生の時に、今とは全然違うバイト先な、バイト先なんやけど間違えて忘れたっていう。危なかったほんまに。うん、ナッカーさんありがとう、乾杯頑張って今回のこの枠で4位に行きたいですね。お星ちゃんのファンネームはスターズから改名するの、分からんせんと思うんやけどな。フリですよね、何々回収するよ、ん回収おはよう、クロさんおはよう、本名を呼べる日が待ち遠しい、ぜひ本名呼んでください呼んでください、ぜひぜひ。ぜひぜひ呼んでください。もうこっちも呼ばれる日を楽しみにしてます、楽しみに待ってます、フラグ回収いや忘れないんでね皆さん、そんなに期待をされてもね、もう忘れないということで忘れません。やばい、アイス食べたい、アイス食べとけばよかった最後に。でもマジで今日からマジで頑張るけん、ダイエット、ダイエット頑張るよ、リアルガチめにダイエット頑張るのでもう頑張ります。アイスは買いません、だけどそれを持って行っても意味ないよな、何も買わんし。本名が分かればすぐに応援うちわ作りますって、ありがとう、作ってくださいぜひ。今日はスマホか鍵を忘れると予想 していますって。いやまあ賞味どっちも忘れていけるけどハトリさんアイスありがとうありがとうございます、ありがとう、アイス食べれんからな、頑張るわ、もうこれでギフトアイスで頑張るわ。本名出たらあの子誰ってなりそう、震え声、うん、ならんよ絶対、代わりにアイス食べてあげますって。皆さんほんだけこっちの分までない、食べて。星集めってある程度の時間制限あるのねって。そうなんか時間制限あるみたい、なんか言うてたわみんな気をつけて、なんか眠くなってきたよ一周回ってありがとうヒロさんも、1時間に500個、1時間に500個、うわーありがとうアイス、わーチャキベイさんありがとう、だるまありがとう、シャツ目10時やからまだ、あそうなん、やばい目がかぎ、ありがとうチャキベイさん、おいアイスやった、ありがとう、合格者って10人ぐらい、わからんどうなんだろう、寝る猫さん、チャキベイさんありがとう、喉の発熱時にはアイスが美味しかった、絶対美味しいよなこれは美味しいわ、
アイスってほんまにいつ食べても美味しくない。マジでいつ食べても美味しいと思う。おいちゃんなんか可愛い、ありがとう、なんか可愛い。ピッケさんありがとう、ドラえもんさんありがとう、アイスいっぱいありがとうございます。お腹壊しますよって、うんうん、大変こんなに食べ過ぎたらお腹壊しちゃうかな、便乗しますって、ありがとうございます。もうアイス食べれないんでね。わー、キッチンさんありがとう、ユッキーさんおはよう、キッチンさんありがとうございます。なるま、おいちゃんはアイス無限やな、無限よアイス。いや分からん、お腹壊すかもしれん、お腹弱いけんな。食べれるけどな、お腹弱いんですよね、無限な、多分お腹壊しちゃうかもしれん。そう、皆さんこんにちは、おはようございます。 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番おほしちゃんです。はい、徳島県出身の高校3年生18歳、ん、高校3年生18歳です、お願いします。ピース多い、アイス無限が。そうなの、お腹弱いんだよね。すごいたくさんありがとうございます、たくさんの方、皆さんおはようございます、はじめまして。1649人の方ありがとうございます。朝からえ、すごくない、9時から始めたのに早っ、フォローお願いしますって、皆さんフォローぜひお願いします、フォロー待ってます、お願いします。見て、昨日さ、こうやけどした、ぷくってなってる、すごい蚊に刺されたみたい、ぷくってなってる、これな、昨日やけどしたんですよ。おはようって、昨日佐野丸ママさんおはよう、めっちゃ STU 側でね、嘘、ほんまに嬉しい。およよ よさん、およよ よさん聞いたことある、前来てくれてたか、もうすぐで10時、そう、うん、すごいと思う、すごいね。皆さんフォローよろしくお願いします、おほしちゃんです。おほしちゃんです、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、朝の身支度が終わったので、あと髪の毛だけなんですけど、はい、わ、ヒロさんありがとう、冷やしや、冷やしや、そう、なんかな、なんかアイロンでやけどしたんですけど、なんか机でさ、机冷たいで、なんか机でキューってやって、なんで終わっちゃったっけ、ぷくって膨れちゃった。昨日めっちゃ痛かって、もう痛かったの。はあ、昨日一人でね、ちょっとね、旅してて、やけどはアセロラやったか。どういうことじゃ、焦るなって、どういうこと、焦ったってこと。徳島メンバー少ないから合格するのじゃって、任せるのじゃ。水ぶくれできるよ、やけどしたら。そう、ほんだけなんかプチ水ぶくれみたいになっちゃった。民間療法、ほら見て、見えんな。見にくいけど、プチ水ぶくれみたいになっちゃった。三好候補探し巡りしてる、おっと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 。え、ちなみに K81 さん一押しって誰なんですかね。アセロラを患部に貼り付けます、ここにってこと。アセロラを貼り付けるの、アセロラってな、アセロラってさ、スーパーとかで見たことないんだけど、こっちだけ。なんかな、飲み物のさ、アセロラめっちゃ好きなんやけど、水ぶくれは爪楊枝で潰し壊したこと、え、多分そこまでの水ぶくれじゃない、なんか硬くなった、水ぶくれじゃないかも。今日は夜勤で、いつもは寝てると2時間ですが、お星ちゃんのために起きてるよ、ありがとう。いける、いきます、ありがとう、内緒やって、絶対お星ちゃんじゃないんですね、じゃあ。悲しい。K81 さんでも昨日誰かって言ってたよな、多分誰やっけ、誰誰って言って、多分星集めに来てここから出られんくなったんですよね。はあ、おっと、まあまあまあ、ここにおってくださいよってことで。一応星は一応星は星ちゃんの、二星は69の子です。ああ、そうなんです、ありがとうございます。
アイドル好きさんおはよう、おはよう。ありがとうございます皆さん。嬉しい。潰しちゃダメですよ、バイキンマンが入るからねって。任せて。潰すほどのやつでもないこれ、うん、潰そうとも思わ、痛いよ。爪楊枝刺したら、爪楊枝だったっけ、針、針刺したら痛い。爪楊枝刺したんだったっけさっき。ピースって平子おじさん、やっほー、ありがとう。爪楊枝刺すやばくない、ここにいるよ、ここに爪楊枝刺すんよ。いやこっちさマジでさ、あのピアス、ピアスとかもさ、もう怖すぎて開けれん。3期受験生1番はお星ちゃん、2番はお星ちゃん、3番はお星ちゃん、4番はお星ちゃん。はい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、嬉しいよ。4番までお星ちゃん、はい、全員同一人物ということで、はい、嬉しいですね、大変嬉しいでございます。コナンさんピース、あやほー。コナンさんすごい、みんな朝起きるの早いね。やっぱりお仕事は大変、お仕事、押す方のやつ、大変の方な、お仕事の方は大変なんですかね、朝から。お星ちゃんしか利しません、ん、お星ちゃんしか利しません。利おっと、キャロットさん、キャロットさんなあ、キャロットヤンさんになってるわ、すごすぎる。2日前に行ったこと覚えてるから。覚えてるよ、もちろん覚えてますよ。2日前だっけ、あれ昨日じゃなかったっけ。覚えてますよ、もちろん。記憶能力いいらしいこっち。なんたんさんおはよう、おはよう。2時になったら髪の毛くくろうかな、じゃあ2時じゃないわ、10時。10時になったら髪の毛くります。どっから2時ができてきたのかちょっとわからんけど、あともうちょっと5位です。皆さん5位じゃないです、4位でした。もうちょっと4位だ。お星ちゃんには不用意な発言注意ですねって。自分の推しは一応内緒です。あ、内緒、一応内緒ね。おっとおっと、もう皆さん遊んでる、こっちでも。おっとおっと、ごめんなさい、電気がちょっと消えちゃったかな。わ、ヒロさんありがとうございます、ありがとうヒロさん。皆さんこっちで遊んでます、もしかして。見て水ぶくれ、なんかちょっと可愛いよ、でも可愛い、ちょっと水ぶくれ。お茶ですって。お星ちゃんならみんなから憧れるアイドルになれる、嬉しい、ありがとう、欲しい願いよ。ひろえもんさんありがとう。去年の言葉覚えてますしね。嘘、そんな覚えてるかな。お星ちゃんの遊ぶ日課ですが、え、お星ちゃん遊ぶの日課ですが、摩擦。ヒント、一押しから、上司10時から配信開始。知らん、知らん、それは知らん、お星ちゃんじゃない。お星ちゃんじゃないぞ。ひろさんありがとう。うねぴょんさんお腹すいたって、お腹すいた、食べよう。 D さんピースって、 D さんカッパになってるわ、アイコンが。おいちゃ STU 徳島はまひなちゃんだけ、そうなんですよ、まひなさんだけ。48グループでまひなさんだけだったっけ。そう、今はね谷口まひなさんしかいないんですよね、徳島県。二流さんありがとう。バラ、自分の配信プロフィールに推しメン書いて見る、おっと、推しメン、あ、推しメン、お星ちゃんいる、嬉しい。嬉しいね、ありがとう。お星ちゃんフォローお願いしますって、皆さんフォローお願いします。ターボさんこんにちは、こんにちは、はい、お星ちゃんです。STU48 第3期生オーディション69番です、皆さんお願いします。徳島君にお星ちゃんをぜひ、皆さんをぜひお願いします。もうめちゃくちゃ頑張ってますので、
チーム8の徳島いなかった。チーム8の徳島の方はねもう卒業されていないんですよ。だけど、ね、ほんまに谷口真比奈さんだけかなって思います、徳島の。うん、ストージにお星様を STU48 第3期サブディション、皆さんこちらツイッターですね。当時にお星様と STU48 第3期生オーディションで全部見に行ってますので、よろしければ書いてください。おっさんさんこんにちは、こんにちは。おっさん、おっさん、おっさんでいいかな、おっさんかな、おっさんじゃあ星集めしてくるわ、釣られないように気をつけながら。お、キャロットさん、またアイコン変わってるわキャロットさん釣られんようにしてなーい、釣られようにしてな。まあ最終的にここに入ってきてくれれば OK。 坂道もイコノイジョイもいないみたいやね、徳島。そうなんよ、まず多分徳島から受けてる人が少ないかなって思います、多分ね。なんでもいいよって、おっさんかな、おっさんにしましょう。おっさんで、おっさん、おっさんみたいだらけんな、おっさんにしよう。おっさん、ウィンディーボーイさんありがとう。STU に新生現れてこんなこんな、もう光栄すぎてって感じ。未だにツイッターの使い方合ってるのか分からん。合ってるよ、ひろえもんさん全部見てます。ビビビビーす。お星ちゃんに出会えて毎日幸せな気持ちで過ごしてるって嬉しい、ありがとう、嬉しいよほんまに。いやでもこっちもね、こちらからとしてもツイッターとか推薦コメントとか目指していただいて、本当に幸せな気持ちで過ごさせていただいております自分としてもすごく、なのでまあお互い様だよ。すごくね元気もらってますよこのショールーム期間中。本当にツイッターとか推薦コメントとかをめちゃくちゃ見させていただくんですけど、本当にそれでね元気もらえてるし嬉しい。とにかくそれが自分のために書いてくれとんじゃっていうんを、そうあれやけん嬉しいですね。ヒロさんありがとう。クリントンさんに同意、大いに同意やって、ありがとうございます。もうこちらこそって感じ。ランドさんおはよう、おはよう、元気。ランドさん久しぶりですね。皆さんこんにちは、ぜひフォローの方よろしくお願いします。 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番おほしちゃんです。福島県出身、高校3年生18歳です18歳です。なんか今日遅ないな、気のせい。やばい、目がさ眠くなってきた。ドラさんこんにちは。目が眠くなってきちゃいました。わっ、皆さんありがとう、4位やってありがとうございます。お互い様様って、嬉しいね。4位、イエーイ、目指せ。じゃあこのまま3位。ランドさん元気です、元気です、イエーイコメントやフォロー推薦コメントもぜひ、皆さんぜひ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 よろしくお願いします。フォロー700いきそう、ほんま。ジョージさん今日も頑張れた、ありがとう。ヒロさんありがとうございます。よいしょ、じゃあ、ね、ちょっと髪の毛くくっていきたいと思います。こっち10時来たんでね、あとでも30分とかしかできないので、皆さんあと30分しかできんのよ。オーマイガーなことに、今671、お、670人来た。昨日669とかで終わっとったんかな。ありがとうございます、フォローしてくださった方。ヒロさんありがとう。じゃあちょっと髪の毛くくっていきたいと思います。よいしょ、ヒロさんありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと下げるわ。こんにちは、モリオさん、こんにちは、こんにちはだよだ
しょ。これ終わったらフォローとかどうなるの、フォローとかどうなるんだろう。でもそのままにな、なんかでも数日間はなそのままね、今日のアルバイトはそうなんよ、そうなんだよ。ありがとう。いてすごいいっぱい初見の方来てくださってるからちょっと挨拶をしたい。皆さん星ちゃんです、お願いします。星ちゃんです。69番第3期生オーディションのエントリーナンバー69番星ちゃんです、お願いします。よし受けたかな、はい、こんな感じです。なんか出てるんだよねここに合格したらこのアカウント引き継がれるかな、多分そうそう、多分そうよ、引き継がれると思う、知らんけど。 NMB さんとかそうじゃない、引き継がれてなかったっけ、知らないけどね。なんかピョーンって出てるよな、似合ってる似合ってる、ありがとう。なんかちょっとボロボロ、今日なんか前髪がさめっちゃうねってて、なんちゅうこっちゃって感じなんやけど。仕事しんどいけど星ちゃんに会うために通信固い稼ぎに頑張ってきますって、ありがとう、ごめんね、こっちもバイトしてきます。引き継がれてますよね、ネーブー休憩のショールもそのまま使ってる子だってね、ですよね、前髪が反抗期、そうなんよ、前髪反抗期よなあ、ね、なんでしょう、18歳なんですけど前髪が未だに反抗期っていう、未だにっていうか最近、昨日とか今日だけ出勤モード入りましたねって言ってくるよ。なのはいい周りのため、やばい、これ歌ったらあかんあかんわ、歌ったらあかんあ、歌歌えんのってきついなマジで。前髪ちゃんはまだ15歳ぐらいなんじゃね、確かに確かに確かに、前髪若いんかもしれん、前髪結構強いからなこっち、前髪反抗期なんですよね。マイキューのアカウントオーディションの時からフォローしてる、マジですっげー子さんやね、子さんだ、マジ子さんじゃないですか STU 以外はダメだよっていや STU 入りたいよ今回本当に、だって徳島やし歌歌うのも好きやもんね、そうなんよ、好きなの、好きなのよ歌歌うの。前髪の中二病は厄介、厄介よ、前髪一番うねってほしくないよね、前髪が正味なんかしかもなんか根元から多分これうも、うん、なんかうんうう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 うにてる系だけどさ、マジでやばい、これお星ちゃんの子さんに今ならなれる、みんな子さんになるなら今のうちですさんになれるなら今のうち。あとねごめんなさい、皆さん30分ぐらいしかないんですけど、俺のキューティクルがうねりを上げるぜ中二やて、吉田隼人さんかな、こんにちは、やっほーって、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます、来てくださって、きれい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、はじめまして、 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番のお星ちゃんです、徳島県出身、高校3年生18歳です、お願いします、お願いします。皆さんここ出てる、油断したら文字化け、いやマジでショールーム文字化け多いから気をつけてくれ、みんなお星集めからただいますやって、
帰り、おフォローお願いします。皆さんフォローお願いします。札幌たけちゃんみーよんおしさんこんにちは。はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。皆さんぜひこちらにね、あのまあハートがあると思うんですけど、こちらのハートがまだ白になってるよって方は、ピンク赤に染めていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひこちらをポチッとしていただくとフォローができるのでよろしければお願いします。ヒロさんありがとう、拡散お願いしますって。営業中、営業中、営業中、ひまわり、やばい、とっとこハム太郎の歌歌ってしまう。ピンクやな、真っ赤は真っ赤な赤になる。ピンクらしい、ピンクらしいです。ピンクをお願いします、皆さんピンクを、ピンクをお願いしますというか、ピンクをお願いします。ちょっと待ってね、ピンクの人もフォロー外していい、知らんけど、え、していいって聞きよ、もしかして。ちょっと待ってよ、紙ゴムがこっちにあります。よいしょ、いけるかな、いけてる、これ、なあ、これどない、これどないだと、いけてる、いけてる、これいけてるんかな、フロア担当、フロア担当じゃない、いけてる、これいけてる、いけてる、順位ついてるみたいですけど、いつでも星ちゃんが1位です。ありがとう、嬉しい、嬉しいね。お団子ちゃん、お団子ちゃんいけてる、オッケー、ピョンって出てない、ピョンって出てない、いける、これいけてる、ひまわりの種、俺もって、俺もさん、オッケー、声が心地よすぎてうとうと、フォローしているとも外していい、あ、ダメよ、もちろんダメよ、いけてる、インナーカラーの部分がかっこいい、うん、こうかっこいいって言われたバイト先の人に、ありがとう、嬉しい、いけてる、よかったよかった、これでねいきます。ちょっとちょっとボッサボサないけどいけるかな。お団子めっちゃ立体的、立体的、髪の毛の量がな多いけんかな、イケイケお団子ギャル、ギャルじゃないんですよ、ナチュラルでしょ。でも今日ギャルメイクするけんギャルになっちゃうかもしれん。フォローついてきたらウィンクやな。来てないけど来てないけど、ボサボサ、なんか髪の毛、まあいっか、バイトやし、バイトだし髪の毛中に入れるし、ボサボサやけど、まあオッケーって思っとく、まあいいよね。お、したよ、キャロットさんフォローした。今日はギャルになるの、ついに本性を表すのねって、ギャルじゃないです、ギャルじゃないですよ、ありがとうハート、いや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 、ギャルじゃないよ、ナチュラルギャルメイクするけん。タッタさんこんにちは、こんにちは、ギャルピー、ギャルピー、ギャルじゃないよ全然、いつもウィンク取り逃がすのよって、うっそう、お腹すいたって、お腹すいた、わあとね20分ぐらいしかない、あとさ20分で4、じゃあ3位にいけるでしょうか。写真も可愛いと思ったけど、ありがとう、全然漏れてないけどな、あの写真、そう、多分もうマスクしとったけん、それのさ直後なんだっけ、普通に今メイクとか崩れてるよね。コミュニストさんピース、ウィンクの解除早いよいや
や、メイクそんな長時間ねできないんですよね、あんまりね。1億倍可愛い、ありがとう、ありがとう。ひまわりの種ありがとう、ありがとうございます。はい、皆さん、あの次ね4時からの配信になっちゃうんですけど、はい、ありがとうフレッシュミオリンさん。次はあの4時からの配信なので、ちょっと 半日もあかんけど、もう半時間っていうそう6時間ぐらい空いちゃうんですけど、超絶可愛いお星ありがとう。やっほー。ということで16時までには昼寝するとするか、うん、みんな16時までに昼寝をたくさんしておいて夜にたくさん備えましょうということで、皆さん次は4時からなんですけど、4時はギャルメイクします。16時20時ですね、イエス、キロンキロン、4時に了解しました、オッケー、みんな4時ね、次4時からだよ、4時から7時までします。ちょっとまあギャル配信長いんですけど、まあ、皆さん一緒に見てくださると嬉しいですどうしよう、それかこれを18時にして19時から始めるっていう手もあるよね。それにしようかな。そう、マジマンジとか言ってそう、言ってないですよ。普段ギャルメイクするのしません、メイクしないんですよね。まず昼寝はいつ始まるかわからん、自分でもモンスターや眩しいって、なんでやねんなんでやねん、なんでやねんとか言っていや本当に皆さん、あのラスト1週間ということで早いですね。明日も多分こんな感じのね、あの時間になると思います。お昼に寸胴でカレー作っておこうかなって、え、すごい、なんちゅうこっちゃ。16時まで他のルーム見に行っても見つからないってことか、ダメよ、それで推し変しちゃったら悲しいからね、おばしちゃん泣いちゃうよありがとう。お星ちゃんが眩しくて見れません、わチョベリグーとか知ってる、昔のギャル知ってるけど、どこでチョベリグっていうかわからん。今はすっぴんじゃないですね、今はすっぴんじゃないですけど、さっきまですっぴんでした眉毛とリップ塗った、すっぴんじゃないです。あとアイラインした。2500人超えてるって、2500人の方ありがとうございます。すごい、終わる頃に行くかな3000人、マジマジちょびりく平成って感じ、今令和やけんな、すごいよな、平成生まれです、私は。ひまりんさんピース、ありがとう、イエーイありがとうございます。またね、あの4時からギャルメイクの配信をしたいと思います。4時からの配信はギャル語喋るんやろって、うん、ギャル語知らないわ、ギャルしか知らんしかもギャルは多分ギャルって言わん気がする。眉毛とリップだけなんだ、可愛いって。そう、眉毛とリップとアイライン塗ってます。中すいたほら、アイラインと眉毛とリップだけ、あとはな、そんな何もしてないかな、特にアイシャドウとかは全然してないですねだけどアイシャドウ全然使わん。中すいたにゃーって、にゃー、ありがとう、ひろえもんさんありがとう。ギャル超かわいい
やる。超かわいい。おはようって浮遊物さん、おはよう。 TikTok で見たらカレーパン食べようって、カレーパンアップになると目の中がキラキラになる。確かし、そう。オリゴ糖、オリゴ糖ありがとう、ありがとう。ありがとう。ベロベロクロンさん、ベロクロンさん、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。正解アップいただきました。うん、今日もやよちゃん、やよちゃんなん、やよちゃんなんとは。タモリさんがトークしてる、タモリさんとトークしてる未来が見える、タモリさんとトークしてる未来見える。Mステ、タモリさんとトークしてる未来が見えるそうです。嘘じゃん、嬉しいね。見えてる？10時22分。まああと10分ぐらいあるので。Mステ、タモリさん Mステ、タモリクラブだったりして。おお。やべえぞ。お笑い？笑ってるかな。イカチ、タモリさんを森田さんって呼んでねって。いや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 、呼べませんや、そんなそんな。タモリさんになっちゃうよ。ブラタモリのアシスタントもありだな。ブラタモリすげえ、アシスタント、ブラタモリのやばいよ。バラエティー班になるのね。いやいやいや、全然そんなことないですよ。お星ちゃんを押すしかないやん。イエーイ、嬉しい、ありがとう。誰だろう、キャロットさんかな。トゥトゥトゥルトゥルン、 NHK の番組です。ブラタモリね、知ってるよ。応援してますって、ありがとう。ウルトラセブンさん、ピース。ブラタモリ徳島の専門家として登場。専門家すぐバレるやん。いや、あのキャロットさんしかいないんですよ。名前とかアイコンとかすぐ変えるの。なんか近くで男二人が大声で罵り合い始めた。お、カニ味噌さんの近くで。大変だ、逃げて。ありがとう。皆さん初訪問やって、皆さんこんにちは。 ST48 のエントリーナンバー69番、お星ちゃんです。よろしくお願いします。はい、徳島県出身の高校3年生18歳です。でよろしければフォローの方よろしくお願いします。徳島の地層とか勉強しとんかと。徳島の地層はね、勉強してないですよ。全然とか言って全然地層とか勉強できてないですけど、まあ、徳島のことは、まあ、なんとなくというか、まだ18年しか生きてないのでわからないこともあるんですけど、まあまあまあ、一応徳島県出身だよということで、よし、お願いします。ありがとうございます。大和さん、こんにちは。こんにちは。何日ぶりだろう。おとついぶり。ほら、もうすでに前髪をねってるんよな。おとついぶりかな。結構久しぶりですよね、山本さん。ありがとうございます。全然ほら、前髪うねってる。なんかこれグインってなってる。グインって5分切った。おっと、
5分切った？55分切ったってこと？ちょっとじゃあ35分切ったってことか。35分まで、ん？じゃあ25分切ったってことか。地層を見るのに南部に玄なんとか様がいらしたことあるよ。なんだ？なんだなんだ？なんだなんだ？10時26ね。おうちゃん2号ですって。違うやろ。違うやろ。おうちゃん2号。なりすましがいる。なりすましがおるよ。前髪スプレーで固めたりしないの？しない。触覚が言うこと聞いてくれないね。そうなんよ。35分までだよ。そう、35分までやで。あれ、星集めから戻ってきたら順位下がる。そうなんですよ。5位になっちゃった。天皇様ね。天皇様。そういえば、星ちゃんの STU48 のオーディションルーム、初訪問なら、中田なぁ。お腹すいた。照屋秀人さん。東大ラーメンまた食べたいなって食べに来てください。ぜひ徳島に。星ちゃん69番です。星ちゃん69番です。ならば今今後星くんと名乗っていこうかな。おっとっとっと、皆さんお星ってなら名前取らないでください。ヒロさんありがとう。誰か誰か分からんくなっちゃうよ多分。有吉さんと歩いてる未来が見えるね。そんなにこっちなんか誰かと一緒におる未来見える。やばいじゃねえか。エントリーナンバー奈々ちゃんって可愛い子ね。やって可愛い子見つけたね。なぜほら。また変えてる。変えて。お星ちゃんにして。お星ちゃんにしてください。すごい、2798人の方ありがとうございます。すごいいっぱい来てくださってる。皆さん、おはようございます。エントリーナンバー、ん ?SU48 第3期生オーディション、エントリーナンバー69番のお星ちゃんです。お願いします。徳島県出身、高校3年生18歳です。お願いします。はい。そうなんです。皆さんフォローの方どうかよろしくお願いします。またね、4時から配信するので皆さんチェックしてくださいね。わあ、偽お星ちゃんスターズさん。偽お星ちゃん、みんな名前読めんくなっちゃうで。キャロットとは、お星ちゃん押してます。ありがとう。まずは STU48 のステージに立つお星ちゃん。ほんまにね、ほんまにそれ。本物のお星ちゃんです。偽物やで、あなたは絶対に。偽お星ちゃん。ヒロさん、ありがとう。あ、ギーワさん、こんにちは。こんにちは。眠たくなっちゃう、眠たくなっちゃう、眠たくなっちゃう、みんな助けて、眠たくなっちゃうよ。眠たくなっちゃうよ。そういえば昨日歌唱力ナンバーワンの決定戦の予選あったね。そうね、歌唱力決定戦見てねえわ。元祖星ちゃん、ガスを干しちゃって。でも16時まで外出先から帰ってきまして、おやすみなさい。おやすみなさい。はたりさん、いや、みんな朝早くからね、ありがとうございます。皆さん4時なのでそろそろ半よ、半になったらね、半過ぎてダンジョン変わったらします。広報部長、お仕事です。ツイッター告知お願いします。皆さん、じゃあ最後にこちらツイッター拡散よろしくお願いします。ハッシュタグ瀬戸内にお星様と、ハッシュタグ STU48 第3期生オーディションに見に行ってます。お願いします。はい、とても鼻声なんですけど申し訳ございません。こんな声じゃないので、皆さん、はい、もともとはこんな声じゃないです。あとフォローの方もよろしくお願いします。推薦コメントも待ってます。噛むやんって噛んじゃうんだよね。あ、30分来た。そう、参りました。受けたまわりました。はい、ヒロさん、お願いします。ありがとうございます。
皆さんどうぞお星ちゃんの応援をよろしくお願いします。目指せ1位ということでまだ全然1位になれるように頑張ります。ちょっと待ってね、書いていくと思う、書いていこうと思います。はい、じゃあ行きます。次期 STU 有望株のお星ちゃんですね、お願いします。ほいちゃんに会える毎日は尊い。10時30分ならどうもな。よし、じゃあ13位からいきます。13位中健さん、ありがとうございます。12位ミミフィーさん、ありがとうございます。11位ヤマリーさん、ありがとうございます。10位スノーさん、ありがとうございます。9位ナッカーさん、ありがとうございます。8位ジャケベイさん、ありがとうございます。7位ヤマメコ八葉さん、ありがとうございます。6位ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。5位アップルさん、ありがとうございます。4位にぎゅうさん、ありがとうございます。3位はっとりさん、ありがとうございます。2位ひろえもんさん、ありがとうございます。1位ひろさん、2月11日たんって書いてる、お、ありがとうございます。え、マジで2月11日って今日やん。え、おめでとうひろさん、おめでとう。朝日さん、ありがとうって、また後で、ありがとうございました。3ってごめんなさい、ひらいもん、ひらいもん多分無理やわ、3つけちゃうわこれはおめでとう、え、おめでとう、ほんまにガチ、ひろさんでいい、あ、間違えた間違えた、やばい間違えた、あ、間違えた間違えた間違えた、ごめん、リンゴ間違えてた。誕生日？誕生日なん？ガチ？ガチ誕生日？シャーって。ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。すごい。誕生日なん今日。すごい。マジで？マジですか？ガチ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 誕生日、免許証でも見せようか、いや明日は彼女皆さんの誕生日ですねって、おほいちゃんありがとうありがとう、夢でも会いたいって、会いましょう敵が分からん、ガチで誕生日なん、すげえ、言ってくださいよ、昨日から誕生日1お願い、おめでとうございます、おめでとう、イエーイ、おめでとうございます、すごい、マジか、おめでとう、おめでとうございますおめでとうおめでとうございます、すごい、皆さんありがとうございます、おめでとうございます。いや、ピースと同じ誕生日って言ってた、そう、ほんまに、そう、マジ、このコメント拾った、こっち、そう、マジ、ちょっと待って、マジで、すごい、おめでとうすごい、誕生日に朝から1位ということで、ありがとうございます、本当になんかすごい、ありがとう、なんかありがとう、ありがとうやわ、なんかこっちがおめでとうさんです、パリブリオジーで、おめでとう、3000人来たら終わろうかな、覚えてないね、お星ちゃんはえ、拾ったかな、それ、いい日になりました、ありがとう、いや、いい日にしましょう、皆さん、みんなでいい日にしますわ、ヒロさんの誕生日、可愛すぎて泣ける、ありがとう、ほうひ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 バスで、すごい、ありがとうございました、10時35分3000人来たら終わりますね、うん、3000人来た、じゃあね、みんなまた16時から待ってます、面白いって配信ありがとうございました、バイバイ、みんなありがとう、また
ちょっとまた5位に戻っちゃった。あと4位だ、もうちょっとで4位だった。うわー、ありがとうございました。バイバイ、いってらっしゃい。お疲れ様、ありがとうございました。じゃあねー、ありがとう、ありがとう、ひろえもんさん。バイバイ、またね、ありがとうございました。ブリックちゃんまたねって、やめて。バイバイ、ありがとう、また後でお会いしましょう。じゃあねー、ありがとうございました。ありがとう、服部さん。おーおーおー、ありがとうございます、ありがとうございます。いってらっしゃい、ありがとう、バイバーイ。